クルリンバスは、京都府南端市その地域にて運行している、コミュニティバスである。旧その町当時、その町内で、路線バスを運行していた京都交通が2004年1月に、経営破綻したことに伴い、町内の高齢者等の生活交通確保のため、2005年4月1日に、運行を開始した。運行は、中京交通に委託、当初は3路線で運行を。 そのうち2路線は主たる目的が、スクールバスで、一路線は循環バスでの運行であった。その後南端市への合併により、同市に引き継がれている。2019年10月1日には、新し公津村工業団地及び、沿線住民の通勤、その辺小学校への児童の通学手段の確保、商業施設へのアクセス向上などを目的とする、ぐるりんバス新し公 村線が運行を開始した。以下の4路線がある。10系統、西本梅スクール癒しの森線20系統市街地、循環線30系統薪スクール、そのベト東部線50系統新、高越村線運賃は1区域内1乗車につき、小学生未満無料薪スクール、そのベト東部線、市内循環線、新し高越、村線が全区間150円均一。 西本梅スクール癒しの森線は各区間ごとで150円、300円、450円、600円と変動料金制となっている。グルリンバスの車両中型車4台を使用している。ABCD 自治体主導による新たなバスサービス事例。天ヶ崎市。2016年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年7月15日閲覧。 AB グルリンバス新し公園村線の運行を開始します。南丹市二0二1一年七月十五日閲覧。ABC グルリンバス新し公園村線パンフレット。南丹市二0二1一年七月十五日閲覧。ABCD 南丹市行きバス路線図。南丹市二0二1一年七月十五日閲覧。グルリンバス 取りまとめ、その八木地域を運行するバス時刻表。南丹市。2021年7月15日閲覧。西本梅スクール癒しの森線時刻表。南丹市。2021年7月15日閲覧。ぐるりんバス西本梅スクール癒しの森線の迂回運行について。南丹市。2020年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月15日閲覧。市街地循環線時刻表。南丹市。2021年7月15日閲覧。牧、園部道部線時刻表。南丹市。2021年7月15日閲覧。新し公越、村線時刻表。南丹市。2021年7月15日閲覧。ABC、グルリンバス料金表。 南端市、2021年7月15日閲覧、ありがとうございます。